世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございます。ということで今日はですね3月4日令和5年3月4日なんですけれども今月の3月1日にですね私とそれから、男性の方と東京の男性の方と3人でちょっといろんな話をしたわけなんですね。簡単に言うと経済と文化の話で、政治的な話はあまりほとんどなかったんですけれども、例えば、奄美大島をどういうふうに発展させたらいいかとかですね、どういう物売りをしたらどういう商品を販売したらいいかとかそういういろんな話をしたわけです。その中で税金の問題であるとか、会社組織とか、私は個人事業主なんですけれども、やったりとか、あるいは人によってはサラリーマンで金持ちになるとか、いろんなそういう話をやっていたわけなんですけれども、その話の中で、私が突然ですね、すみませんと話の腰をちょっと折るっていうか、ちょっと違う方向なんだけれども、幸福の科学の大川隆法さんなんだけれども、私が知っている範囲内では、その信者の方が、例えばお金、いわゆる現金であるとか、あるいはその財産というか、いわゆる不動産ですね、土地とか建物を、そのいわゆる幸福の科学に、寄付するっていうんですか、贈与するっていうんですか、そういうことが、行われていますよという話をしたわけなんです。で、たまたまその時の話が、税金の話になったりとか、いわゆる不動産の税金であったりとか、固定資産の税金であるとか、もう深くは話してないんですよ。何パーセントだ、ああだこうだって話は全然しなくて、表面的な話だけだったんですけれども、そういった話の中で私が腰を折った、話の腰を折りながら、ちょっとだけ方向を変えて、その幸福の科学の大川隆法さんの、いわゆる話をちょっとだけしたわけなんですね。で、そして、次の日の2日ぐらいかその日ぐらいのネットニュースに、2月の28日に大川隆法さんが急死したっていうか、自宅で亡くなられたということだったわけなんです。で、その今回の動画何が言いたいかという話なんですけれども、以前の動画でもお話ししていますように、その全員が全員神様を信じているわけでもない、全員が全員信じたからといって神がかりになるわけでもない、それからその自分の亡くなった父親や母親、おじいちゃんおばあちゃん、あるいはその神様のそのいわゆる話が聞こえるわけでもない、天孫降臨されるわけでもない、目の前に現れるわけでもないということの話は、私のこの奄美大島スピリチュアルの話の中で、時々話をしているわけなんですけれども、でもそうは言っても、そのなるべく特に好きな人のだった人の声を聞きたいであるとか、いい神様だったら自分に降りてきていろいろ教えてもらいたいっていうのは誰しも思うことなんですよ。で、そこで、その自分は神がかっていないなという方は、直感力って言いますかね。直感力をそのいわゆる鍛えるっていうか磨くためにはですね、そのまず自分の願い事を言う。具体的に5万円10万円のお金が入りますようにとかですね、あるいは今度のジャンボ宝くじで1億円なので1億円が当たりますようにとかね、そういう具体的な数字を言うであるとか、好きな人がいる時にその人と一緒に暮らせますようにとか、僕はこういう例えばファッションの仕事で独立したいのでこういうふうに考えていますので、その成功させてくださいとかって毎日も祈るわけですよ。天を見て祈り、願い、それから太陽が出てきたら太陽を拝む、月を拝む、例えばお墓に行ってご先祖様を拝む、遠い場合には、
例えば、私でしたら与論島ですので、与論島の神様、ご先祖様成功しますように、こういうふうにして成功しますようによろしくお願いいたします。ちゃんちゃんつって、まあ、拝むということを、やることによってですね、要するに、その、3月1日の男たち3人の話の中で、要するに、大川隆法さんという、その宗教団体なんか出てこないわけですよ。簡単に言うと経済とそのいわゆる文化の話ですから。で、統一教会の話も出ないわけですよ。だけれども私にふと突然パッと降りてきたのはもうそういうことなんですよね。つまりもうその時亡くなるんじゃないかということまで話はしませんでしたし、全然気がついてもいないし、もう私自身がもう、大川隆法さん自体が現れた時からも完全に無視してますので、で、にもかかわらず、甲府の科学の大川隆法さんが出てきたということは、神様が私に、あ、この人亡くなるんだなということを、間接的に教えてくれたんだなというふうに思っています。これはもう勘違いではないというふうに思っております。で、先月なんかも、電卓を買いたいなとかですね、それから切手を人からもらったりとかした時にそれがちょっと重なり合って、まあ、少しだけいい思いをしたとかあるわけなんですけれども、その皆さんが神様を信じて願い事をしていけばですね、その神観って言いますか、神様の観っていうか、そういったものをその自分に関係あることや、あるいは関係ないことも含めて神様が教えてくれると思うんですよ。例えば、その、幸福の科学の大川隆法さんが亡くなったことによって、信者でもない我々に影響があるかというと全く影響はないし、ほとんどの日本人影響がないわけですよ。ああ、そうですか。中に、ああ、そうですかっても言わない人もいらっしゃるわけですよね。そういうことで、その、自分にその大川隆法さんや甲府の科学が関係あるないに関わらずですね、やはりその、いわゆる、当主っていうんですかね、まあそのいわゆる、その甲府の科学の、いわゆる俗に言う、社長さんが亡くなったという、ことですので、その関係のある人は関係ある人で関係があるわけなんですけれども、我々は関係ない。ですから、そういうことで、自分に直接も間接も関係がないんだけれども、神様というのは、そういうことをパッパッというふうにですね、何気なく、こう、気づかせるということがあるわけなんです。ですから、皆さんの過去を振り返って、あるいは、もう今年も苦手、1月2月終わりましたので、まあ、そのざっと60日間をですね思い出して、ひょっとしたらとかいうこととかつながる場合もあるかもしれません。ですからそのぜひですね、自分は神がかっていないなという諦めのもと、しかしその先ほど言いましたように天に拝む、天に願う、それから太陽や月、それからお墓で行ってですね、願う、はい、自分の思いを言う。そうすることによってですね、直感力が増してくる場合があります。あるいは人の本を読むとかですね、私がよく言います、松下幸之助さんの本や、マクドナルドの藤田伝さんの本などを読む。そうすることによって、その書いてあることに対して、やっぱり自分が反応をしてですね、あれ?と思ったりとか、あるいは後からあこうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかということで直感的に気がついたり、はい、それから自分なりの論理力、はい、それからいわゆるその何度も言うように人生の棚卸しを元にして、違うものが見えてきたり気がついたりする場合があると思います。ですから何もその、あれだけではないですよね。その要するに神がかるだけが人生ではありませんので、ですからそのあたりでその直感力って言いますかね、神感というものを、自分のその体、特にその頭の中にこう入れていくような考え方をしていただければ、全員とは言いませんが、神感、直感力が増してくるだろう。あるいは、全員になった時に全てではない、さすがに全てではないけれども、自分に関係する
ことであったり、あるいは今言いましたように、その幸福の科学の大川さんが亡くなったこと関係ないことでも目に見えてきたり気がついたりすることになる人も出てくると思います。ですから今自分が20歳30歳40歳50歳になりましたと、そういった時に本当に神様を信じて自分に神が降りてきてほしいと思う人は本当に毎日願えばいいし、それから旅行先行ったところ行ったところで、私は奄美大島から来た元井武雄ですとかね、私は東京ね、例えば中央区の銀座から来た山田太郎ですと、こういうものですけれども、健康でお金が稼げて自分の夢が叶えられますようにということで願うわけですよ、行ったところ行ったところ。そうすることによってやっぱりその神様というのは聞いていますので、はい、ですから極力できれば具体的にこういうふうにというようなことでですね、その願うというようなことをされるともっと神様は聞いてくれるのではないかと思います。そういうことで諦めずにですね、日々コツコツですね、自分の願い事をお願いをするということですね。そうすると何かその気がつくことがあるかもしれません、はい、ですからそういうふうにして、人生を生きていただければというふうに思います。あるいは、暇な時にそのホームセンターであるとか、今イオンに行って買い物をしてきたんですけれども、その、商品に声をかける、あなたは美味しいですかとかね、美味しくないですかとか、甘いですか辛いですかとかね、僕の体に合いますかとかいうことで、その、問いかけるわけ、商品に問いかけるわけですよ。そうすることによって、ものによっては私を買ってくださいっていう場合がえっと思う人もいるわけですよ、ですからぜひですね、物に語りかけるということも大事ですので、ぜひ思いつくことはいろいろやってください、はい、別に悪いことではありませんので、自分が思いつくことはいろいろやっていただければ、自分に関係することと、あるいは関係しない全くどうでもいいことなんだけれども、先が気がつくようなことがピッとこう神感直感を神様が与えてくれるかもしれませんという今日の話でございました。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画、今回は神感って言いますかね、直感力を皆さんに、その皆さんが、体に、こう洋服のようにこう身につけるって言いますかね、ためにもぜひですね、自分の夢や希望を具体的に、いろんなところの神様に願っていただければということでございました。次回の動画まで世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら、ありがとうございました。